塚本慎也です。去年はジャパンカッツで、カットアバブ賞という素晴らしい賞を頂戴しました。還暦の前に素晴らしい記念になりました。本当にありがとうございます。大林監督との映画との出会いは僕が学生の頃にですね、ハウスという映画で、最初に出会いました。当時8ミリ映画を僕も作ってたわけですけど、その、映画仲間とそのハウスについてすごい熱い映画論議をした記憶があります。本当に、それまで見たこともないような自由さでびっくりしたことを覚えています。でその後もちろん、転校生、時をかける少女と好きな映画たくさんあるんですけど、やはりその後に大林監督と具体的にこうお付き合いをさせていただくようになったのは、僕がノビという、ファイヤーズ・オン・ザ・プレインという映画を作ってで、その映画をですね持って、僕日本中を映画と一緒に映画館をいろんな映画館を日本中の映画館をこう旅をして回っていたんですけど、大林監督が生まれて育たれた、お育ちになった尾道、そこにあるシネマ尾道という映画館で、その僕の伸びと大林監督の戦争三部作と言われている、最後に四部作になりますよね、三部作と言われている野の七なのかの2本立て、2本を上映して、そして光栄なことに大林監督と対談をさせていただくという、とっても素晴らしい機会がありまして、その時が、本当に大林監督との、自分的にはもう一番の盛り上がりピークみたいな日だったんですけど、その対談では本当に貴重なお話を、たくさん、頂戴しました。僕の映画を見ていただいた感想も含めて大林監督のこの大事なメッセージを伝えていただいたんですけど、僕の映画のびというのにはカタルシスがないんですね。戦争を描くのに、よくヒロイズムで描くとかああいうのは、僕にとっては言語道断なんですけど、その他、悲劇で描くという方法もあります。悲劇は僕はありだと思ってるんですね。戦争の恐ろしさを描くことができますので、ただそれは悲劇ですから被害者目線でやっぱり描くことになる。被害者目線で描くということは、どっかに加害者がいて、その加害者に自分たちは被害を被っているということで敵をこう設定することになっちゃうんですけど、そうすると敵への恨みがある限りこう戦争は続いちゃうということがあるので、僕はそのカタルシス、ヒロイズム、それからその悲劇性によるカタルシスでも映画を描かなかったんですけど、そのカタルシスを戦争映画では描いちゃいけない、描かなくてよかったんだということを大林監督はすごく強く言ってらっしゃいました。戦争にはやっぱりカタルシスはあってはいけない、もう本当に度肝を抜かれるようなびっくりするような虚無があるのみなんだということを大林監督おっしゃってました。僕はもうお金がなくてですね、本当にこうずっと作りたかった映画なんですけど、最後に作った時はもうお金がなくて自分で出るつもりもなくてご出演をしたという映画だったんですけど、もう本当に悲しい感じの規模で作ったんですけど、大林監督はそのことさえもその時やっぱり作られるべき状態だったから作ったんじゃないかというふうにおっしゃってくださいました。時はやっぱりこう戦争で体験した方々がどんどんいらっしゃらなくなって、こう戦争へ日本が近づいていくような危機感がもうあって、どうにもならなくて作ったんですけども、そういう時にお金がなくて作った、非常にこうね、自分としてはこんな状態で作るのかという状態では作ったんですけども、そうやって作ったものこそがやっぱり作られるべきタイミングじゃなかったんじゃないか、作られるべきタイミングだったんでしょうというふうにおっしゃってくださいました。その意味でそのまた大事な言葉としては、その映画というのは風化しないジャーナリズムというふうにおっしゃってました。映画で描かれたことはその時代のことの空気とかそういうものを反映してるんですけど、でもそれは一回性のニュースではなくて、その時の時代を反映しながらずっとこう残り続けるものというようなことをおっしゃってくださいました。あと大林監督の言葉ですごく大事なのは、正義っていう考えは大事じゃないという、正義そのものは言葉の中では大事な意味をするところあるんですけど、その正義っていうのは時代とともに変わる、つまり戦争、今のびの話とか 大林監督の最後の4作について話していますので、戦争についての話になるんですけど、正義っていうのはその時代によって変わる、つまり戦争している時は人を殺すことが正義になる、だから
大事なのは正義という考えじゃなくて正気の目線ということをおっしゃってました。なんか自分がやっぱり戦争に行くと被害体験するだけじゃなくて恐ろしい加害体験をするわけですけど、加害者になった時もどこかこの辺で正気の自分が実は見ている、その正気の目線が大事ということをおっしゃってました。その正気の目線は後々までずっとこう生きているので、もし戦争で加害者になってもその後恐ろしいトラウマになる、それは正気の目線が自分を見てるからだという、その正気の目線ということをすごく強く残ってます。大林監督はの映画にはずっとそのご自分では戦争のことを意識して描いてたとおっしゃってるんですけども、やはりそのこうはっきりした形で描いてこなかったという、気持ちが終わりになってて、ご自分が年齢を取られてそして病気になって今こそその自分が戦争のことをこう次の世代に訴えなきゃと強く思われて最後の4部作を作られたんだとおっしゃってました。ではっきり自分もそういうふうに、思っております。その4部作物語がそれぞれもちろんあるんですけども、いつもその映画4部作を見て、僕最後の1作はですね映画館で見たくてまだ見てないんですけど、見させていただいた3部作は物語を超えてですね、いつもその映画を見て共通して感じるのは、今生きてる人が戦争とかで死んで亡くなっちゃった人と同一線上にあるっていう優しい目線を感じました。僕の映画のびではですね、僕が戦争を体験してないだけに、その戦争っていうのはこういうもんだというのをお客さんに覚醒してもらうためにこれでもかという恐ろしい描写をこうしてるわけですけど、大林監督は戦争のことを描くのに戦争の体験者の方ですので、具体的な恐ろしい暴力的な表現というよりは、その生きている人と死んだ人をつなぐ何か優しい目線で描かれているなと感じまして、それが映画を見ている間中詩のような歌のような感じでずっとこうリフレインして自分にこう降りかかってくるような力を感じました。それは本当にすごい強い力、圧倒的な力で、本当にご年齢そして病気になられているというのをこう全くこう忘れさせてしまうほどの、情熱と力とパワーでした。僕もですね今還暦になってですね、ものすごいやる気がある時と、やる気とあるんですね、やる気とそれと疲れたっていう、のが2つですねこう葛藤していくわけですけど、大林監督80歳になられてましてご病気なのにパワフルな映画をこう作ってらっしゃるのを見てですね、自分はそんなこと言ってらんないなと、本当に力をもらう気持ちになります。大林監督がその残された映画、戦争3部作そして最後の1作の合わせて4部作、それをこう僕たちに残してくださったわけですけど、自分は戦争専門映画監督というわけじゃないんですけど、やはりですね今の時代のことを考えるとあまりに不安で、そういうやっぱりことをこうテーマにした映画はですねどうしても作らざるを得ないというふうに ある種の使命感のようなものをどうしても感じてしまいます。早く日本が世界が、安心できる、そうなかなか来ないわけですけど、少しでも人類の英知としてですねそういうところに近づいて、またいろんな種類の映画を撮りたいと思ってます。大林監督本当にありがとうございました。亡くなるとですねずっと遠くに行っちゃうんじゃなくてもうこの辺にすぐ近くに帰っていらっしゃるような気になります。自分の母親がや父親が亡くなった時もからもそう感じてるんですけど、大林監督はこれから皆さんのすぐ、目の前というかこの辺の空気感ですね、肩越しぐらいなちょっとこの辺ですね、正気の目線この辺で、自分たちを見守ってくださってると思います。これからも大林監督のその自由な映画の意思を受け継いで自分たち映画人は自由な映画を作って、いきたいと思いますし、皆さんも大林監督のその戦争に近づかない、気持ちみたいなことをこう大事にしていただけたらと思います。ありがとうございます。